こんにちは。自粛生活も長引いて皆様いろいろ工夫なさってると思います。私も少し考えてみました。今日ご提案するのは、お家で釣りをしてみようです。そして記念の第1回目は、じゃじゃん、金魚釣りです。用意していただくものは、突っ張り棒、それとピアス、100均とかに売ってますね。わかりますかね。普通のピアスです。それと適当な長さの糸です。で、まずピアスと糸を結びつけていただきます。これは細いもの同士なので、糸結びで十分です。そして、突っ張り棒に糸を結びつけていただきますね。よいしょ。前もって輪っかを作っていただいてもいいですし、蝶々結びとか片蝶結びでも大丈夫です。では、釣っていきます。釣れました。はい、よかった。よいしょ。次。よいしょ。ああ。2匹目釣れました。よいしょ。はい。この大きなのをちょっと釣ってみたいんですが、よいしょ。桃も作ったのでいい具合に邪魔されてます。釣りは得意ではないのでごめんなさいね。時間がかかってしまって申し訳ないです。でもなんとか釣りたいと思ってます。よいしょ。あら、いいよ。はい、ちょっとビッグサイズ釣れました。全部でね、5匹作ったのであと2匹です。で、水引きは、水に濡れても大丈夫です。そんなに色が落ちたりしません。で、撥水性のあるものはそんなに、沈まないですし、撥水性のない種類のものは早めに沈んじゃいます。でもすぐ乾きますのでね、大丈夫です。あと2匹。よっ。よいしょ。いけたか。はい、来ました。4匹目。よいしょ。はい、ラストも頑張ってみます。この金魚たちの作り方は、また YouTube で後日早めに配信したいと思います。
そしてこれ金魚ちゃんのキットですね。それはミンネなどで掲載してますので、もしよかったらお買い求めください。よ、最後なんとかなんとか、はあ、釣れました。はい、こんな感じで、5匹全部釣れました。黒いの、赤いの、オレンジ、白いの、そして大きいのですね。で、最初からこんな洗面器なんかに入れていただいて、釣っていただいてもいいですし、まあね、小さなお子さんなんかでしたらね、テーブルに置いたままで釣っていただいてもいいかと思います。皆さんもいろいろ釣ってみてください。